今回は5月にバス釣りをする時のおすすめルアーとバスの生態と居場所と狙うポイント、そして僕が実際に行う予定の具体的な1日の釣りの流れを紹介していきます。この動画を参考にルアーと場所選びをしてもらえたらチョークアップへとつながるように作りましたが、分かりづらいところがあればコメントで質問してもらえたら回答させていただきます。まずは5月のおすすめルアーを紹介していきますが、釣りのスタイルによってゆっくり釣りをしたい人用、ランガンをする人用、デカバス狙いの人用と3つに分けて紹介していくんで、自分の釣りスタイルに合うものの中からルアーを選んでみてください。もしもっといいルアーがあれば教えていただけると他の視聴者さんの参考にもなるんで、コメント残してもらえると助かります。そしてこのおすすめルアーと一緒に知っておくとチョークアップへとつながる5月の具体的なバスの生態と釣りをする場所については後半で説明するんで、合わせてそちらも一緒にチェックしてみてください。まずは移動を少なくして1日で 2,3 箇所ゆっくり釣りを楽しむ方に向けてのおすすめルアーを紹介していきます。巻物よりもワームでゆっくりな釣りの方が5月のバスにも合っていますし、同じ場所で釣りを続けても釣れづらく、回遊やバスの活性が上がるタイミングで釣れるという感じになります。おすすめな順番でルアーを紹介していきます。高比重ワームのズル引き、これは飛距離も出て底を取りやすく、何をしているのか分かりやすいですし、デカバスも釣りやすいです。で、特におすすめのワームは沈み虫、線香、デスアーダーです。この3つを遠くに投げてズルズルと引っ張ってくるだけで大丈夫です。具体的なズル引きのやり方は別の動画で紹介してるんで、概要欄にリンクを貼っておくんで、気になる方はそちらをチェックしてみてください。ヘビキャロやスプリットショットのズル引き、ベイトで飛距離が欲しいならヘビキャロ、スピニングならスプリットショットリグで、どちらもズル引きで使います。ワームはブルフラット3インチやスイングインパクト3インチなどがおすすめです。ワームが小さくなり数も釣れやすいんで、どうにか1匹釣りたい人にもおすすめです。ネコリグ、ダウンショットでゆっくりシェイク、さらにゆっくりになるネコリグとダウンショットリグです。ズル引きをしている中でウィードなどのバスがいそうな場所が見つかった時に、この2つでネチネチシェイクを続けて活性が低いバスを釣るという感じです。ネコリグはカットテール4インチかスワンプクローラーに 0.9g のネイルシンカー、1か10のマス針を使い、根掛かりをするならガード付きを選んでください。ダウンショットリグには広角系のビビビバグやシサーコームなど小型なものか、ドライブクローラー 3.5 などのミミズ系ワームでも大丈夫です。ここは釣れそうだと思うものを選んでください。そしてシンカーの重さはタックルによって変わってくるんですが、最初は 3.5g でしっかり底を取りやすいものがおすすめです。風が吹いて底が取りづらくなったら重たくして 5g で、慣れてきたら 1.8g まで軽くするのもありです。そして次に1日で複数のポイントをランガンして、地形変化というよりは目に見える障害物を狙っていく釣りが好きな人へのおすすめです。ここはバスを探していくのに向いているルアーで、活性が高いバスがいたら反応してくれる少し強めのルアーになります。僕がやっているスタイルがこれに当てはまります。スイムベイトとシャットテールワーム、基本的にはスイムベイトかシャットテールワームをゆっくり巻いていくだけです。バスの動きも遅いんで、ゆっくりで障害物際を通すのがポイントとなります。この2つの使い分けは、根掛かりしそうならシャットテールワームで、そうじゃないならスイムベイトという感じです。でスイムベイトはステルススイマーかデビルスイマーがおすすめで、シャットテールワームはスイングインパクトファット 4.8 インチ、スタッガー5インチ、ハートテールでオフセットフックでセットしたノーシンカーで使います。カバー狙い、広範囲を探っていく中でバスがいそうなカバーがあれば狙っていきます。この時はカバーに引っかからずに中まで入っていくルアーを選びましょう。軽いカバーなら直リグでクロー系ワームをセットして 7g のシンカーで入れていき、濃いめのカバーならリバウンドスティック5インチなどのストレートワーム、これが奥まで入りやすいんで、それにビフテキシンカーの 7g でシンカーを固定して狙っていきます。この2つリグるのがちょっとめんどくさいなっていう時にはファットイカや沈み虫などをオフセットフックにして使いますが、カバーの範囲が広くてテンポが落ちる場合はネイルシンカーを入れてフォールスピードを上げてバックスライドさせてカバーの奥に届けるのも有効になります。クランクベイトやスピナーベイト、少し濁りが入ってスイムベイトではバスに気づかれそうにない時にはスピナーベイトやクランクベイトを使っていき、障害物際を気持ちゆっくりめに通していきます。笹濁りならスピナーベイトで、おすすめは OSP のハイピッチャーを使い、がっつり濁っていたらイボークの 1.2 で、ちょい濁りぐらいだったらワイルドハンチという感じで選びます。デスアーダーのズル引き、
巻物で反応がない時にはデスアダーのズル引きでテンポよく探っていきます。これは活性が低いバスを狙いつつもテンポを落とさないためにデスアダー8インチに 1.3g のネイルシンカーを頭の方に刺してフォールスピードを上げてズル引きをしていきます。ボトムのビッグベイトという感じで体力回復を狙うデカバス狙いのサーチベイトというイメージで使っていきます。その中で良さそうなウィードが見つかったりしたらネチネチという釣りを入れてさらに活性が低いバスを狙ってもいいでしょう。次に産卵が終わったアフターのデカバスに絞ったルアーを紹介していきます。数は釣れないんですが釣れたらでかいですしいいポイントを見つけることができたら連チャンすることも可能です。デスアダー8インチ、これは一つ前に紹介した使い方と同じで広範囲のボトムを探っていく感じで使います。動きが激しくないビッグベイト、次に動きが激しくないビッグベイトですがあまりバタバタ動いて水押しが強いと嫌がるようなんで水を切って進む S 字形だったりスイムベイトでも魚っぽいものやレイジースイマーがいいと思います。使い方はできるだけ障害物に追い込めるところをゆっくりと巻いていきます。大きめのトップウォーター、次にビッグバドやフカベイトなどの水面に波紋を出しながらゆっくりと巻けるトップウォーターです。これは特にアフターのメスバスに有効で浮き気味で活性が高いタイミングが特に釣れやすいそうです。でここ詳しくは分かってないんですがハマると強いんで今後実際に使い込んで何か分かってきたらまた動画にしたいと思います。 I 字形のルアーかワーム、アフターのメスバスが障害物付近の中層にサスペンドし始めたら I 字形を使います。バスを探す時やアピール力が欲しい時には I 字形のルアーを使い、水質がクリアな時や食わせ力を上げたい時にはI 字形のワームという感じで使い分けます。おすすめのルアーはジジル70か85などをベイトフィッシュのサイズに合わせて選び、ワームはビローラ4インチにオフセットフックをセットすることでいい感じに I 字で泳ぐようになります。どちらも使い方はゆっくり巻くだけで OK です。ギル型ビッグベイト、バスの産卵が終わると次はギルの産卵が始まり、そのギルを狙うバスが出てくるんでギル型ビッグベイトが有効になってきます。ここはブルシューター160でリアクションを狙うか、サイトで使うならギルロイドジュニアがおすすめです。ギルネストの近くやその近くにある障害物を狙ってみましょう。次に5月のブラックバスの生態、動きについて一緒に知っておくとより釣れるようになると思います。5月の前半は産卵後の体力回復中で、後半では体力回復後の動きとなり、それぞれ説明していきます。5月前半では産卵が終わるバスが増えて産卵後のアフタースポーンと呼ばれる状態になります。アフターのバスは産卵エリア付近の障害物に隠れているんですが、疲れ切っていて活性が低く釣れづらい状態となっています。僕らで言うとマラソンで全力で走った後のハーハーしている状態で、今はご飯より一旦休憩したいという状態です。そして水温が上がって巻物を使いたい気分になるんですが、バスの状態的にはゆっくりと誘ってあげる方がデカバスが釣れやすくなります。産卵に関係してない小バスは巻物で釣れやすいので、坊主逃れをしたい時には巻物もありになります。そういう体力回復中のバスも雨や曇りなどの天候によっては活性が上がり捕食モードになるんで、そんなタイミングでは巻物にも反応するようになるんで、釣りをする時にはバスの活性に合わせてルアーのスピードを変化させるのがコツとなります。そして体力が回復するにつれ縦ストラクチャーの中層にサスペンドするようになります。その理由は泳いで餌を探すより上下に動くのは浮き袋を調整するだけでできて楽なので、まあ、僕らで言うとお腹は空いてるけどコンビニまで行くのは面倒で、でも冷蔵庫までは行けるから適当にあるやつを食べようとしてる、あんなイメージです。サスペンドしつつベイトが通ってくるのを待っているという状態になります。でもまだ完璧に回復してないんで、ゆっくりとしたスピードで誘ってあげる必要があります。そして5月の後半になってくるとバスが体力を回復してきて活動が活発になります。そうなると巻物や速いスピードのベイトにも追いつけるようになり釣れるようになってきます。ここまで来ると難しいアフタースポーンが終わって比較的釣りやすくなってきます。そしてシャローではお腹いっぱいに捕食できないんで、沖に出てベイトフィッシュを探し回るバスも出てきて、そういうバスは遠投できて広範囲を探れるルアーで探していくと釣れやすくなります。そしてシャローに残ったバスは次のギルの産卵が始まるんでギルを狙い始めます。偏光サングラスをかけて浅瀬に黒いバスがいたらギルを狙ってる可能性が高いんで、ギル型ルアーを投げるとマッチザベイトで反応しやすくなります。という感じで5月の中でも
前半と後半でバスの動きが変わるんで、今はどういう状況なんだろうと考えて釣りをしてみると釣れやすいですし、水里が当たった時は楽しんでおすすめです。では次は使うルアーとバスの活性に合わせてスピードを変えることが分かったんで、ここでは前半にはどういう場所を狙うのか、バスがいる場所を3つ紹介していき、後半ではタイプ別でゆっくり釣りをする人、乱眼をする人、デカバス狙いの人に向けてさらに絞り込んだ狙うべきポイントを紹介していきます。バスがいる3つの場所、まずは産卵場所付近にある障害物です。浅瀬にあると思うんで、足だったり木などの障害物の中にいることが多いです。そういうバスは体力回復中になるんで、ゆっくりとした動きのルアーが有効です。次にセカンダリーポイントというのは、産卵前の段階に荒食いをしていた産卵場所から一段深い場所のことで、産卵前に反応があったポイントを狙ってみると連チャンすることもあります。そしてウィードが生えてくると、ウィードの中に隠れてベイトが来るのを待ち構えるようになるんで、ボトムを探っていって育っているウィードがある場合はしっかりと狙ってみましょう。そしてこれらの3つのポイントでは豊富なベイトフィッシュがいることが重要です。体力回復のために捕食をしようとしてるんで、ベイトがいない場所で待つバスは少ないんで、偏光サングラスをかけてベイトフィッシュの存在も一緒にチェックしておきましょう。いいポイントなんだけど釣れないなーっていう場所でも、ベイトフィッシュが入ってくるとバスの活性が上がる時があるんで、いいポイントがあればタイミングを変えて入り直すのがおすすめです。そしてここからはタイプ別に紹介していきます。まずゆっくり釣りたい人はバスが回遊して回ってくる場所がおすすめになります。そういう場所は有名で人気エリアになっていることが多いんで、その人気エリアの中でもベイトフィッシュが多い場所で釣りをするのがおすすめです。次に乱眼していきたい人は、人気エリアも回りつつ産卵場所付近のシャローとその付近の障害物を狙って回っていきます。障害物付近のバスは捕食をしようとしてるはずなんで、基本的には一つの場所に1キャストぐらいな感じでどんどん乱眼していき、元気なバスを探していきましょう。例えば足の中にファットイカを落として釣れた場合は、同じ条件の足付近をメインに乱眼していくようにするのがおすすめです。そしてデカバスを釣りたいという人は、ルアーは一発で体力回復ができるようにボリュームがあるものを使い、産卵場所のシャローのワンドから一つ深いセカンダリーポイントや、産卵場所の沖にある一段深い待機場所ではでかいメスがいることが多く、そういう場所は目視で確認しづらいんで、他の人から狙われづらくデカバスがいる確率も高いです。あとはデカバスは一足先に動き始めるんで、沖のベイトフィッシュがいる場所を狙ったりと、こちらも基本的には乱眼をして探していくようになります。もしデカバスを見つけても反応しない時にはタイミングを変えて入り直しましょう。そしてそういう場所はデカバスの体力回復場所になっているんで、連続して釣れ続くこともあります。では実際に僕がどういう感じで1日釣りをしていくのか具体的に紹介していきます。基本的には乱眼でいろんな場所を巡っていき、バスが見つかったらワームでネチネチするという感じになります。まず朝まずめから午前中には産卵場所になっているワンド付近をスイムベイトのステルススイマーかレイジースイマーでゆっくりと巻いて探っていきます。この時そのまま釣れればいいんですが、チェイスで終わることもあると思います。そういう時には食べたいけどボリュームが大きくて無理だったと思うんで、沈み虫を投げてズル引きか、ネコリグかダウンショットリグでシェイクをしながら巻いていきます。引っかかりそうな場所なら沈み虫で、引っかからず食わせ重視ならネコリグかダウンショットという感じで使い分けます。これで食わなかったら活性が低いと思うんで、粘らずにもっと簡単な活性が高いバスを探すためにスイムベイトに持ち替えてバスの場所を探しつつ乱眼していきます。チェイスや見えバスが多い場所が見つかったら夕まずめに戻る候補として考えておきます。お昼過ぎになると太陽も上がってきて、偏光サングラスをかけると見えバスが見つけやすくなります。シャローにオスのバスが残っていたら、その一つお気に入るでかいメスバスは捕食をしてるはずなんで、レイジースイマーかビッグバトなどのゆっくり水面を泳ぐルアーを投げてチェイスを確認します。もしシャローにバスがいなくなっていたら、そのシャローから一番近い場所で沖にウィードなどの隠れる場所やベイトフィッシュが多い場所を探していきます。ベイトは偏光サングラスをかけたら直接見つけられたり、水面が騒がしかったりするんで分かる時があります。もし分からない場合はデサード8インチのノーシンカーでウィードを探して広範囲をズル引きしていくという感じで狙っていきます。そして濁りがあったり雨などで活性が高そうな場合にはバイブレーションなども使ったりする予定です。
そしてお昼過ぎまでに見えバスかいいポイント、ベイトフィッシュが多いポイントを見つけてると思うんで、タイミングが悪くバスが釣れなかったと予想して、優先順位的には見えバス、ベイトフィッシュが多い、いいポイントという感じで、あとは欄干で回りやすさを考えて 2,3 箇所入り直します。夕間詰めは暗くなり、バスの警戒心が薄くなり釣れやすくなるんで、いいポイントに入り直すことで釣れたりすることが多いんで、最後はそこにかけるという感じになります。そういう感じで1日回っていきますが、5月はバスの動きも日替わりのようになるんで、先週どこどこが釣れたからまた行こうとしても、もうそこは全然反応がないということも多いんで、基本的には欄干で数箇所巡る前提で動いていくようにしています。ということで5月のバス釣りについてでした。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。